森谷照彦は、日本の政治家。神奈川県小田原市長。元神奈川県議会議員。神奈川県小田原市出身。小田原市立足子小学校。小田原市立白山中学校。神奈川県立小田原高等学校。東京電機大学建築学科卒業。東京大学大学院都市工学専攻修了。1992年、神奈川県庁入庁。 2010年、退職。2011年、神奈川県議会議員選挙に無所属で、立候補し初当選。2015年、自由民主党公認で立候補し目の当選。2020年5月17日執行の小田原市長選挙に自民党の推薦を受けて、立候補。労働組合の小田原、足柄地域連合から推薦を受けた現職の加藤健一を破り。 初当選を果たした。5月24日、市長就任。当日有権者数15万9323人、最終投票率 46.79%2020 年の市長選の選挙候補に市民を守るコロナ対策一人10万円と記載し、森谷は当選後、議会には国の特別定額給付金を迅速に執行するという意味だと説明。 約190億円の予算が必要とされる市独自の給付金は行うつもりはないと述べた。市独自の給付金と解釈した市民が多くいたため、担当窓口には問い合わせが相次いだ。市民からは国の一文字は入れるべきだ。騙したと言われても仕方ないなどという厳しい声も上がった。同年6月28日、森屋は自身の公式サイトに動画を投稿し、 一日も早く国の給付金を届けたいという強い思いだったが、この表現で誤解を招いたことを深く反省していると、釈明。ところが選挙期間中の5月13日に行った街頭演説では、コロナ対策一人10万円との看板を掲げ、国の10万円とは別の給付を考えていると、話していた。ありがとうございます。